米沢東高校では232人が卒業しました。卒業証書の授与では、卒業生一人一人の名前が読み上げられた後、代表の鈴木理恵さんが壇上に上がり、吉田健二校長から卒業証書を受け取りました。吉田校長は、学び続けること、思いやりの心を持って生きること、命を大切にすることの3つを花向けの言葉として送りました。これに対し、卒業生を代表して黒沢理恵さんが、米東で学んだことを忘れず、一歩一歩人生を歩んでいきたいと感謝と決意の言葉を述べました。卒業生の進路は、進学者が228人に対し、就職者は4人で、年々進学率が高くなってきているということです。米沢商業では218人の卒業生が晴れの日を迎えました。卒業証書の授与では、1組から3組までの商業科114人、4組の国際経済科33人、5組と6組の情報処理科71人に、後藤真也校長から一人一人に手渡されました。後藤校長は、自分の個性や特性を見つけ、それを磨くこと、情報の選別能力を高めることの2点を、花向けの言葉として送りました。在校生代表の総辞では、新生徒会長の佐藤光之君が、先輩が築いた校風を引き継ぎ、米商を一層発展させていきますと決意を述べ、これに対し卒業生代表の小野島茂之君が、国際人の一人として羽ばたけるよう視野を広げて頑張りますと答辞を述べました。卒業生の会場では、先生たちからの激励を受け、晴れやかな表情で会場を後にしていました。南陽高校では、普通科6クラスの233人、情報経済科2クラス73人の合わせて306人が新たな一歩を踏み出しました。卒業証書の授与では、普通科代表の寺島佳代さん、情報経済科代表の佐藤真由美さんが田口健一校長から証書を受け取りました。田口校長は、和光堂らしく自分の望む道へ進んでほしいと激励し、在校生代表の柳橋豊孝君も花向けの言葉を送ると、卒業生代表の八谷博明君は、一人の人間として責任の持てる人となるよう頑張りたいと決意を表していました。高畑高校では89人が卒業しました。卒業生たちは、自分たちが作ったコサージュを身につけて式場に入場、1組から3組までの担任の先生から全員の名前が呼ばれました。代表の佐藤千里さん、伊藤貴子さん、鈴木真紀子さんの3人が、森義則校長から卒業証書を受け取りました。森校長は、心の発電機をフルに回転させ、より良い人生を送ってほしいと激励の言葉を送りました。在校生代表の菅千春さんが、くじけず自分を信じ頑張ってくださいと励まし、これを受けて卒業生代表の高橋久義君が、躍進する高畑高校のスローガンのもと、どんどん躍進していってくださいと後輩たちへエールを送っていました。